皆さんこんにちは。今回はヒートタイプを自作してみようという紹介です。ヒートタイプというと大体の空冷 CPU クーラーについている金属製で円柱状のあれで、冷媒を蒸発や凝縮させることで多くの熱を輸送できる熱輸送デバイスです。日頃からお世話になることの多いデバイスですが、実はあれを構成する部品ってとても少ないんです。タイプというより密閉された円柱状の金属容器と冷媒、最も少ない構成でこの2つです。少ない部品数だからこそ長期間使用できる耐久性や信頼性があります。ヒートタイプの特徴ですね。ところで、そんなに少ない部品数なら自作できるのでは？というわけで今回ヒートタイプを自作してみました。まあ CPU クーラーに使えるほど実用性があるものではなく、試験的な構造でヒートタイプのようなものを作ったという感じです。ですがその中で私なりに制作の要点を決めて作ってみたので、今回はその制作過程や試作品の動作を紹介します。じゃあ早速制作を、という前に一つ話したいことがありまして、皆さんはヒートタイプがどうやって熱輸送しているかってご存知ですか？まあこの動画をご視聴ということはご存知の方もいるかもですが、今回の制作時における要点を紹介する前に、その要点がヒートタイプの何に関わるのかを説明するために、まずヒートタイプの動作原理から紹介します。先ほど話したようにヒートタイプは冷媒を蒸発や凝縮させて多くの熱を奪ったり、放出したりします。蒸発や凝縮は相変化と呼ばれる現象、なんですが、相変化をすると多くの熱を移動します。氷の凝固や融解も相変化で、以前製作した氷蓄熱も同じ原理で CPU の発熱を処理していました。相変化をさせると多くの熱を移動できるわけですが、ヒートタイプは密閉構造にした上で内部を冷媒だけにすることで、相変化を起こしやすい状況を作って、ちょっとの発熱ですぐに蒸発し始めて熱を奪い、ちょっとの冷却ですぐに凝縮し始めて熱を放つ、そんな動作をします。で、相変化を起こしやすくするためには密閉構造や内部を冷媒だけにするということが重要です。この2点が今回の製作の要点です。ここからは冷媒が水の場合として話していきます。容器内が水だけ、空気とかもなくて本当に水だけになると水は勝手にエネルギー的にバランスを取ろうとし始めて、常温20度 C とかだったら勝手に蒸発し始め、容器内で液体の水と気体の水蒸気がバランスが取れた量や圧力で落ち着きます。そのバランスが取れた圧力や温度を飽和蒸気圧や飽和温度と言うんですが、言い換えれば圧力ごとの沸点、的なものです。水の沸点は100度 C と言いますが、高い山の上では100度 C になる前に沸騰し始めて加熱調理の時間が伸びる。そんな話の数値的になっているのが飽和蒸気圧って感じです。で、常温20度 C だと飽和蒸気圧は23ヘクトパスカルです。地表海抜0メートルにおける大気圧が1013ヘクトパスカルで富士山山頂の大気圧が640ヘクトパスカルくらいなので、とても低い圧力ですね。まあそんなわけで水を蒸発や凝縮させやすくするためにヒートタイプの内部は低圧になっている、そんな話につながります。冷媒がエタノールなら同じ低圧でも数字が変わりますし、CO2、これはヒートタイプに使うかはわかりませんが、CO2 の場合なら逆に高圧になります。容器内の圧力はおのずと決まるって感じです。で、密閉構造や内部を水だけにするというのはその蒸発や凝縮を起こしやすい状況というのに関わっていて、容器内に空気が入ったり残っていたりすると容器内の圧力が高まって、水が蒸発や凝縮する温度が高まってしまいます。だから空気が入らないように密閉できる容器を作りたくて、容器内に空気が残らないような処理をする必要があるんです。そんなわけで今回の制作の要点を、密閉容器を作る、容器内に空気を残さないとしました。ところでヒートタイプの特徴といえば、容器内の内壁が毛細管現象を起こせる構造になっているじゃないですか。今回はあの構造を作りません。いや、ヒートタイプにとって毛細管現象が重要じゃないとかではなくて、むしろ性能に直結する要素だったんですが、今回は単に再現しないだけです。そのうち扱うので今回はスルーしてくださいな。では制作していきましょう。まずは密閉できる容器を作ってみます。材料はヒートタイプらしく銅管です。まあ以前製作した氷蓄熱の材料の余りです。銅管は普通の銅製のタイプなので、普通に両端が開いていますが、これを密閉できるようにしていきます。手始めに、片側をハンマーで潰してみました。これは比較用に準備した市販のヒートタイプの一端が、電線の圧着というかかしめっぽく潰されていたので、
ひとまず物理的な変形だけで密閉できるか試します。で、密閉できているかを確かめるために試作品のもう一端には配管部品をつけて、真空ポンプや真空計を接続して、これで密閉できているか見ていきます。真空ポンプを動かして途中のバルブを開くと真空計の針が左に回り始めます。この真空計は針が右に振り切っている時が通常の大気圧、低くも高くもない普通の圧力1000ヘクトパスカルとかです。で、左に針が回るほどに低圧となって、左に振り切ると大気圧からマイナス 0.1 メガパスカル、だいたい数百パスカルとかになります。厳密な圧力はこの真空計だけだとわかりませんが、とりあえず針の動きや位置でどのくらい密閉できているか、空気が除去できているかを判断していきます。この真空ポンプだと数十パスカルまで真空引きできるらしいので、真空計では針が左に目いっぱい回って、密閉性が保たれればポンプを止めても針は動かないはず。実際にやってみましょう。ポンプを動かすと針が左に回って真空になっているみたいですが、ポンプを止めると、針が左に少しずつ動いていきます。密閉できていないようです。まあ、かしめでもなくただハンマーで叩き潰しただけですからね。均一に変形できていないでしょうし、隙間もできるでしょう。でも一度だけじゃなくて二度ハンマーで潰せば。ということで折り返してもう一度ハンマーで潰してみました。ですが。まあダメだったんですけどね。針の動きはゆっくりになりましたがどうしても右に動きます。単に変形させるだけでは密閉性を保つのは難しいようです。市販品はおそらく潰した上で溶着しているようなので、単なる変形では不十分なのかもしれません。じゃあこちらでも追加の処置をしてみましょう。ハンダ付けで栓をしていきます。ロー付けではなくハンダ付けにしました。ロー付けの方がヒートタイプの製作っぽいですし、ハンダ付けよりロー付けの方が強度が高いでしょうけど。まあ、これは試作ですし、今後ロー付けするつもりもないので、お手軽なハンダ付けにしました。ひとまずしっかりと密閉できるかを確認していきます。見た目はしっかりとハンダ付けができました。それで密閉性を見てみると、針は動きません。さらに半日程度放置してみましたがほとんど変化しませんでした。密閉性が保ってたようです。ハンマーで潰して大体の隙間をなくして、その上でハンダ付けで小さな隙間を穴埋めできたのでしょう。これで容器としては密閉できる構造になったので、空気の侵入もとい容器内の余計な圧力上昇を防止できます。密閉性は確認できたので、次に空気を残さないという点を考えながら作業を続けます。空気を残さないというならすでに真空ポンプで容器内の空気はほとんど排出していますが、問題は容器内の空気だけじゃなくて、封入する冷媒の水にも空気が含まれるということです。水の中に空気が含まれているんです。それこそ炭酸飲料みたいにです。まあ水に空気が溶けているので魚とかが水中内でもエラ呼吸できるわけなんですが、ヒートタイプとしては余計な存在です。ヒートタイプとして水を加熱蒸発させるうちに溶存空気が放出され、これもまた余計な圧力上昇につながります。なので容器内に水を入れて密閉する前に、入れる水の空気を除去しなければいけません。では何をするかというと、加熱や煮沸です。ひとまず煮沸までやっちゃえば水の空気は大体追い出せます。先ほど魚がどうとか話しましたがこれもその関連で、水温と溶存空気量の関係、あれの高温側に振り切った処理をします。今回の制作ではいくつかの方法をやってみたので、一つずつ紹介していきます。まずは実際のヒートタイプの製造工程でもやっているらしい。そんな方法を真似てみます。密閉前の容器、この時点ではまだ片側が開いているので試験管みたいな状態の容器に普通に水を入れて、この状態で加熱、水を蒸発、沸騰、させて水の中の空気を追い出しつつ、蒸発してできた水蒸気で容器内を満たして、もともと容器内にあった空気もついでに追い出し、いいタイミングで密閉。そんな方法です。単に水入れて加熱するだけですね。聞くだけなら簡単なんですが、私はざっくりとしか知らないので水をどのくらい入れればいいのか、加熱の火力はどのくらいか、どのタイミングで密閉すればいいのか、わかりません。まあわからないのでフィーリングでやってみます。先ほど作った容器に容量の半分くらい水を入れて、勢いで買って使っていなかったキャンプストーブで加熱します。直火加熱です。当初はこの加熱方法を考えていなかったので、融点180度 C くらいのハンダ付けを採用したのですが、当初考えていた自作ヒートタイプ加熱器の製作に失敗しちゃったんで、これになりました。
当初の方法はアルミブロックに穴を開けて、そこに導管を通してハンダヒーターとかで加熱するつもりだったのですが、ハンドドリルでアルミブロックに8ミリの穴を開けられませんでした。すでにヒートパイプなどを自作されている方々よろしく、このブロック両側に折れたドリルが1本ずつ取り込まれています。ドリルを折った時に、ああ、そういえば先駆者の人たちも金属切削に苦労されていたな、って思い出しました。どうせならヒートパイプ用の固定金具を買っておくべきだったかもしれません。まああれは直径6ミリ用のヒートパイプ用で、今回用意した銅管は直径8ミリなので適合しませんが。そんなわけで残念ながら直火加熱となりました。ハンダが溶けないか心配だったので、ハンダ付けの部分の近くに熱連錐を取り付け温度を見ています。容器内に入れた水が沸騰して熱を奪ってくれたのか温度は100度 C 未満で加熱処理できました。案外水から空気を追い出すくらいの間ならハンダでも持つのかもしれません。試験的にやる分なら十分ですね。加熱を続けると容器内からバチバチっと破裂音が聞こえてきました。入れた水が沸騰してきたようです。このタイミングで加熱を止めてバルブを閉め、容器を密閉します。実際の製造がここでかしめや溶着をやるんでしょうけど、自作だと熱い水や水蒸気が出る中でハンダ付けは、きついでしょうね。私としてはヒートパイプを自作する中で一番面倒な工程だと思います。だから私は配管部品で済ましたわけです。でも配管部品だと邪魔っ気ですからこれが実用性の低い試作品なんです。より実用性を高めるにはこの部分の密閉方法を考えないといけませんが、まあそのうちどうにかなるんじゃないですかね。簡単な方法で済ませたいので、ちょっとした発想があれば案外うまくいきそうな気がします。まあそれはそうと試作品の方はこれで制作終了です。やっぱり加熱だけだと作業的には簡単でしたが、果たしてこれでヒートパイプになっているのでしょうか？実際に動かして確認してみましょう。試作品を縦に吊るせるように設置して、上部の配管部品には熱連錐を貼り付けます。今回は配管部品に熱連錐をつけましたが、今見返すとここじゃなくて少し下の銅管に直接つければよかったですね。なんでここにつけたのか、今の私にはよくわかりません。一応動作確認はできましたけど、下側には豚麺の容器を試作品が中央に来るように置いて、熱湯を注ぎ入れます。豚麺容器を使ったのは大きすぎず小さすぎない、良いサイズだったから。というのと、そんな容器を探していた時に豚麺を見て液体窒素がちらついたからです。いつ振りか思い出せませんが久しぶりに食べました。スープが美味しかったです、丸。お湯を入れたらまた別のカップ麺容器で作った蓋で保温して、蓋の隙間からさらに熱連錐を差し込みます。この後特段触れませんがお湯の温度を一応見ています。お湯を入れた直後の上部の熱連錐の温度は 27.3°C です。試作品がヒートパイプのように動いてくれれば熱を上部に輸送して、この部分の温度が上がってくれるはずです。で、熱湯を入れて1分後そこの温度を見てみると、28.9°C。1.6°C しか上がっていません。こりゃ失敗していますね。熱はほとんど運べなかったようです。市販品のヒートパイプ、後加熱せずただ水を入れただけの銅管と比べると、市販品だと熱湯を入れた直後 24.8°C で、1分後には 53.7°C。試作品とは全然違うな。水を入れただけの銅管は直後 25.5°C、1分後 26.2°C。こっちとはよく似てるな。ああ、残念。となりそうですが最終手段があります。改めて試作品を配管接続して真空引きします。これで容器内に残ったか放出されたかの空気を取り除きます。これは配管部品を使ったからこそできる方法で、逆に何度も作り直せるという試作品の強みです。本当はもっと簡単な方法、簡素な構造でヒートパイプを自作したかったのですが、ひとまず動作の成功を目指します。では再度動作確認です。直後は 28.7°C で、1分後は、54.2°C。できちゃうんですね。どうやら今回の方法だか加熱だけでは空気の追い出しが不十分だったようで、真空引きまでやることでヒートパイプとして動作できる状態になったようです。多少の違いな気がするんですが、ヒートパイプとしては致命的な影響が出るんでしょうね。こんな感じだと実際の製造でも何かしらのノウハウがありそうです。他の方法でも試作品を作ってみました。容器内に水を入れて、加熱を行わずに真空引きだけで空気を追い出せるかやってみました。これで密閉して終了。相変わらず作るのは簡単ですね。それで、
動作確認をやってみると、これだとダメでした。水を入れただけの導管と同じような結果です。さらに別のパターンとして、容器内にあらかじめ温めておいた熱湯を入れて真空引きしてみました。このパターンは先に真空引きした容器で熱湯を吸い込ませるのと同じような方法かもしれませんね。動作確認してみると、これだと市販品と同じように動いてくれました。ほんと微妙な違いなんでしょうね。ヒートタイプって奥深い。ところで動作を見る方法として熱伝追を使いましたが、実はサーモグラフィーも用意していまして、そちらの映像を見比べると1分後の温度が近かった試作品と市販品でも違いがありました。熱湯を入れた直後、市販品では一気に色が明るくなっていきます。素早く熱が移動しているんでしょうね。遅れて試作品も色が明るくなっており、先ほどの1分後の温度のように似た感じになったのでしょう。ちなみにこの映像ですが、サーモグラフィー撮影用にさっきのとは別に撮ったものなので、温度計の数値が違ったり、ヒートタイプに絶縁テープを貼っていたりしますが、スルーしてください。と、市販品がいいように見せかけて1分以降の温度を見ていくと、実は試作品の方が高温になっていました。これは予想なんですけど、多分試作品と市販品の内壁の構造とかが影響していると思います。市販品はおそらく毛細管現象が起こる内壁になっていて、冷媒が薄く満点なく容器内にあるのでしょう。一方で試作品では毛細管現象は起こせていないはずなので、冷媒は下部で溜まっているはずです。で、それぞれを加熱すると市販品だと薄く存在する冷媒が一気に気化して熱輸送されるのに対して、試作品は溜まった冷媒が沸騰していると思うので、沸騰の気泡分、気化していくのでしょう。気化するスピードの違いが熱輸送、温度上昇の速さに影響していそうです。一方で最高温度の違いも毛細管現象の有無が影響していそうです。試作品は毛細管現象が起きないので水が下まで落ちやすいのに対して、市販品は毛細管現象の影響でおそらく試作品よりも冷媒が下に行きにくいと思います。冷媒の蒸発が頭打ちになったんでしょうかね。今後の制作ではこのあたりの違いも見ていきたいな。市販品と今回の試作品で違いはあったものの、ひとまずヒートタイプっぽく動作するものを作り出すことができました。できれば真空ポンプや配管部品も使わずに実際の製品みたいに作れたらよかったんですが、加熱する方法だけ見ても試行錯誤が必要なようです。まあ動いてくれたのはよかったよかったです。以上、ヒートタイプの実作でした。そういえばなぜヒートタイプの実作を始めたのか理由を話していませんでしたが、無論、今後の冷凍庫 PC で作っていく冷却システムに導入したいからです。ですが、冷凍庫 PC のパート1とパート2でヒートタイプがついた空冷 CPU クーラーを使って動作確認を行い、その時はヒートタイプの動作不良と見られる冷却不全が起きました。もう1年以上も前の話ですね。それなのになんでヒートタイプを冷凍庫 PC で取り扱うのかというと、ヒートタイプがより低温で、より多くの熱を処理できる冷却システムの構築に必要だと考えたからです。ちなみにこの関連でパート23ではエタノールだのベックだと話したのですが、いろいろ考えまして現在は使わない方向で検討しています。まあその理由は次回話すとして今回はここまで。次回はこれまでの予定でパターン3と呼んできた自作の冷却システム、ヒートタイプを使った冷却システムを作ります。成功するのか不安ですが、やってみます。ではではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。